じゃあ1時間ほど、進行座談会の進行を担当いたします、聞き酒師の漫才師の日本酒です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。いや嬉しいですね、オンラインならばそう大人数で乾杯できます。乾杯乾杯。このね、絶妙なラインなんですよね、うん、このサイズの東広島のお酒とね、うん、甘みを感じるんですけれども、そのままスーッとね、しつこく居座らない、うん、そうで、絶妙な甘みのこのポジショニング、うん、それをよく感じますよね。まだちょっといろんなお酒に開拓中です。なるほど。今日はね、一応スタートに戻るということで、白ボタンさんで、これは温度が低い常温までですかね、温めるよりはそちらの方がこのお酒の個性を楽しめるのかなとは思います。これがいいんですね。家飲みってやっぱこう実験的にできるのもいいよね。そうね、うん、自分で冷蔵庫で冷やした状態から冷酒で飲んで、冷や常温で飲んで、あとちょっと缶に置いておくみたいな、うん、一人でこの物語を作れるのがまたね、そう、この家飲みを楽しくする、うんうん、要因かなと思いますので、ワインと日本酒ってどういう風な違いを感じますか？まあ、両方は好きです。カンジーさんはその東広島のお酒についてはどういった印象を持たれてますか？三大酒どころというところで、うん、いろんな味わいのお酒が飲めるというところで、どんどんね、はい、PR というか広めていきたいんですけど、ハッシュタグ東広島の酒。 SNS って面白いところが、地元の人が地元のこと好きでこういうのをやると、そういうのが本当にメッセージとして伝わって拡散されることが多いと思うんですよ。で、皆さんぜひとも飲んだ日はインスタグラム、ツイッターね、いろんなところで投稿していただけたらと思います。うん、